はい、まあ、昨日2件のね、あのなんだっけ、セミナーのレジュメ作るんでね、あのね、まあ、こっちにね、来たり帰ったりするの大変だからさ、一応あの昨日はあの1日でね、その 2個まとめるのでさ、やってたんだけど、もうようやくね、生産緑地のやつもあの出来上がってたんで、これからね、あの細かくこう打ち合わせしていくんだけど、あのすごくあの面白い時期がね、到来するなと思っていて、でそれはまあ、あのこれからね、鎌倉官邸 の、 あの、連中とさ、ちょっと打ち合わせしながら、どうね、それを処理していくかっていうことを、まあ、これからやっていくんだけども、であの実際にさ、もうすでにあの生産緑地のね、あのお客さんってさ、最大にいるんですよ。で、昨日ちょっとレジュメ作りながらさ、その地域調べてみたら、すごいんだよな、生産緑地と指定されてるエリアって、実はいっぱい生産緑地が指定されてるんだよ。あのね、もう時限爆弾のようにエリアが固まってるのね。いや、びっくりしたな。だからちょっとね、これ2022年問題っていうのがさあって、それをね、じゃあどう回避するかっていうのを今考えて、あの具体的にじゃあこうした方がいいってのも答え出たから、じゃあそうしていこうぜっつって、まあ、小林君も今 ある生産緑地のね、所有者のところにもうすでに行ってさ、提案してんだ。でこれね、あのこれからまたどんどん仕事がね、増えてくると思うのね。でさ、もう一つはね、まあ今いろんなことをこうやってるよね。でさ、いろんなことやってるんだけど、いろんな問題も出てくるよね。 でいろんな問題ってさ、実はさ、ずっと解決してるよね。でずっと解決してるってどうしてかっていうと、要するにさ、解決する方向に動いてるから解決するんだよな。で解決できないと、要するにさ、ね、いろんな意味でさ、ダメージがあるけども、実はさ、全部解決できてきてんだよね。それね、どうしてかっていうとさ、分かりやすく言うと、考え方なんだよな、物事っていうのは。例えば、ね、これね、僕のさ、なんだ、バカに効く薬ってね、本があって、これ実は、ある方に差し上げたら、その人がね、自分の、その知り合いなんだって言うんで、僕の本を配ってくれてるんだよ、わざわざ買って。ね、でわざわざ買って配ってて、でそれを読んだ人が、あ、これはすごいなっつって、また買って読んでくれてるわけ。でそれ何かっていうとね、細かく言うと、ポジティブシンキングなんだよ。ポジティブな物事の考え方ね。でさ、ネガティブな考えする人っていうのは、ね、例えば問題が発生した時に解決できないんだよな、よく考えてみると。要するにさ、あ、もうダメだって投げちゃうわけじゃんと、逃げちゃったりね。要するに解決する糸口さえ探さない人いるわけ。それはもうね、俺のせいじゃないんだ、ね、これはこいつのせいなんだ言って言う人いるけど、それってさ、要はね、何かっていうと、要するに物事の考え方がネガティブなんですよ。で、ね、ポジティブの人ってのはさ、ね、まずさ、解決策を探すだろ。でそうするとなんか楽しくなってくるんだよな。まあ、前職会社でね、賃貸管理のさ、部署をね、任された時に、ね、そんな部署にさ、配属されたら、要するに普通ね、ネガティブの人だったらもうやんなってやめちゃうよね。でもね、俺その時に思ったのは、ね、売買のさ、ね、要するに、住宅の販売トップエグマンなんだよ俺当時ね。でそれが、まあ、たまたま企画の活動をやって、その翌年に、その何て言うかな、細かい仕事、ね、の要するに管理の仕事を引き受けたわけ。でそうするとさ、決まってこの金額なのみたいな、ね、いう状況があって、で賃貸もそうだよね。要するに見てみると、要するに売買のさ、一発勝負でガーンっていくんじゃなくて、なんかコツコツと、ね、やってるよね。でもさ、よくよく考えてみると、契約の本数考えたらね、まず売買のね、僕が当時、トップエグマンの時ってさ、月に7件ぐらい売ってんだ、物件ね。でその7件くらい売ってさ、まあ、部下つけてね、売り上げ折半にしたから、まあ、7件くらい売らないと、ね、トップになれないですよ。で7件くらいバー売ってたい、ねね、それがさ、今度、ね、賃貸とかだと、要するに目標達成するのに、30件、当時ね、30契約しなきゃいけないんだよ。絶対無理じゃんって話なんだけど、やり方考えたらいいじゃんって時に、お金の尺度を考えたんだよ。要するにちっちゃい仕事を積み重ねたけど、コンサルティングでどんと稼ぐ方法があるんじゃないの、思ったら、このお客さんの先はさ、全部地主さんだったんだよね。今うちはどちらかというと地主さんの比率がね、10% もいかないんじゃないの、サラリーマンの大家さんの人だよね。とか地主さんって向こう側にすごい巨大なマーケットがあるんだよな。
で僕はいきなり考えたのはもうとにかく、ね、まずさ滞納の処理やろうぜ言って、で滞納処理俺できるようになったから滞納処理やろうぜって全員ね、あの当時7人の社員に、ね、全員に勉強させてくださいってお客さんとか言ってこいっつって行かしたんだよな。勉強させてください、あの仕事ね、あのこういうふうにしましょう、ああいうふうにしましょう言ってると、ね、要するに、ネガティブなやつってね、いつまでたってもネガティブだ、ね、売り上げこんなの行くわけないよ、ね、そんなことできるわけないよ、ね、そのうち、ね、転職しようよ、ね、こんなとこ行ってもつまんないよ言ってたよね。でもさ勉強させてくださいって言ってこい。でね、家賃の滞納、ね、うちの会社が入れたやつじゃないやつも家賃の滞納の手続きを俺たちがやってあげたわけ、ね、それでさあの裁判所行く、ね、要するに手続き取る、ね、そうしてるうちに必ず勝つよな。なんていうかと家賃の滞納してるやつだから、ね、必ず勝つに決まってんじゃん。そうすると裁判所の中にさいる人ってどういう人よ、裁判官、弁護士、ね、司法委員とか、ね、書記官とかみんな頭いい人だよ。でそこにね、なんかわけわかんない竹持ってないようなやつが言ってたよあの手続きを一緒になってやってたらほら気持ちいいわな。それで、ね、結局滞納処理をやりながら、じゃあ、ね、アパートの建築しませんか、相続対策をしませんか言って、で例のねあの、ほらルミネンス湘南桂だよ、ね、あれ、を建てたわけだよ当時ね。でその前はあの土地の有効活用で建てる前はあ何したかっていうと有料宅地の認定取って要するに土地売っちゃったわけ、ね、で売買の人たちはいつまでもずっと住宅販売やってるよね。でもかたやこっちは、ね、土地開発の仕事してる、ね、あの分譲宅地やっちゃう、ね、でさらに、こちら側はあ、ね、アパートの建築やっちゃう、ね、でそのアパートを全部管理もらう言ってでどん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 作っていったじゃん。でそれが何が良かったかっていうと建築のコンサルティングっていうことを、ね、みんなで始めたわけ。そしたら、ね、あの日本一って言われたんだよたった3年 で, でそれは何かって言ったら、ね、あの細かい仕事がなんだけども、ね、ここだけ見てたら、ね、嫌になっちゃうわな。毎月毎月30契約しないと達成しない。だから報奨金なんかもらったことないんだよこの人たち、かわいそうだけど。でも僕が入った時にずっと報奨金出たじゃん。で、ね、あの僕は事業部の、ね、部長やってたから、ね、要するに、どうしたかっていうとね、ね、売上の目標数字決めてる。でその再配給は僕が持ってる。だから経費も全部僕が経費使って、で、いろんな勉強会やったりなんかやってて、で結局どうなったかっていうと、ね、利益上がりすぎちゃってるから3ヶ月1回、ね、優秀企業視察をやろうってことになって、ね、社員連れて3ヶ月1回、ね、あの、大分に行ってみたりさ、ね、あの九州行ってみたり、ね、あとどこ行った、当時、研修会として、ね、箱根は随分行ったなっていうことをね繰り返し繰り返したの。でそれで結局どうなったかっていうと社内でさ、ね、クソみたいな事業部だよ、ね、それが要するにあのピカピカな事業部になっちゃったよ。そしたらなんかバランスがおかしいぞってなってて、でどうなったかっていうと売買の、ね、住宅販売のやつがうちの部署に来るようになっちゃったんだよ。でそれで慌てて、であそれはまずいなってことになっていろんな形でまたねあの方針を変えてきたけども、でも問題はね、あの要するにさやる気っていうのはポジティブじゃないとやる気にならないの、わかる？だからあのよくさバカなやついるよね、前にもいた、ね、やつなんだけどさ人のことを見下すようにこう物事を言う人いるよね。こういったらね全部ね、あれあのネガティブになりますよ。あの学校の先生みんなそうじゃん、ね、こうしなさいあしなさい言うじゃん。その枠に入らないと怒られるわけだよな。だからネガティブシンキングを、ね、子供の頃からずーっと植え付けられるわけだから、ね、結果的に社会人になった時に全部ネガティブじゃん。だから変えないとダメなの、わかる？今あの、ね、ちょうど孫がいて昨日、ね、孫の面倒さ夕方から見てね飯食ってんだけど、こいつすごいんだよもうなんかわーやってんじゃん。そうするとね あの、ある一定のしつけってものあるわな。でも俺は、ね、それは、ね、あのうちの奥さんも一緒なんだけど、要するにネガティブな物事と考え方をさせないような教育しようと思ってるわけ。だから学校教育ね、学校行きますよ、当然学校のルールに従いますよ、で社会に出たら社会のルールに従うよね。でも問題は、ね、その時に要するにできないって物事を考える人間は作りたくないわけ。今あの、ね、あと翔太君ね、あの J リーガーでしょ、ね、それ彼の話を昨日ちょっとねして面白かったなと思うのは、彼はさサッカーだろ、足が速いんだよな、でプロになったわけ。ところが誰もプロにならない。でその時にあの、身内のやつが、ね、お前バカじゃない の,、ね、あのプロのサッカー選手でもするつもりかよって言われて育ってきたんだよな。でもなったじゃん。
で、それは、いや、そんな、そうだよな、なれないよな、俺には無理だよな、言ったら、ジェニーがなってないんだよ。ね、でも、ね、実際問題として、ね、あの、自分を信じてずっとやったから、ジェニーがなったわけでしょ。僕なんかもそうだよね。いろんなことやってきたね。でも、それは常にね、やろうと思ってるからできたわけ。とか、ネガティブなやつはやろうと思わないからできないじゃん。ね、だから、なんか、なんでもかんでも人のせいにするわな。だから、そういう生き方にしちゃダメなわけ。いや、だから、ね、いい？ね、物事考えるときに常にね前向きなことを考える癖をつけないとダメ。なんでかっていうと卒業するまでの間ずっとマイナスのね、ネガティブのさ、考え方をするね教育を受けてきちゃったから自分が直さないと直らないってこと。まあそれ意識してね、ちょっとやってもらいたいと思うね。お願いします。以上。